前田殿も。毎度岩本でございます。本日は5月28日土曜日、札幌ドームで行われましたファイターズ対ジャイアンツの試合、お伝えしたいと思います。先発ピッチャーはファイターズは杉浦、そして、ジャイアンツはシューメーカーとなったわけなんだけども、この試合結果は8対4でジャイアンツの勝利。ランニングスコアでいくと、4回の裏に先制したのがファイターズ、5回の表に4点大逆転で、5回の裏に1点取ったで、6回の裏1点取ったファイターズで、7回には1点ずつ、4回の裏に先取したファイターズに対して5回の表に4点というビッグイニングを作ったジャイアンツで、その後ファイターズが追いかけて追いつこうとするけどなかなか追いつかない、そういう試合だったね。まあ言い方変えたらジャイアンツがもう逃げ切りを図りながら、本当に攻撃の手も緩ますことなく、その試合を結局流れを与えなかったということかな。でファイターズは食らいついてもうチャンス、もうその流れをひっくり返す、そういう勝機はいくつもあったけどなかなかそれをものにできなかった。これ勝負っていうのこういうもんやね。でも好ゲームであったと思いますよ。交流戦2つ目のカード第1戦目はファイターズが勝利して、でしかも3対2というロースコアね、ファイターズが8回の裏に浅間大輝の試合を決める一発、その一本でいろんなファイターズ事情を全てを好循環にしてくれる、そういう試合だったんだけども、今日はジャイアンツもね優勝争いしてるチームですよ、セントラルリーグで。そういった中でファイターズの面々ですが、ピッチャーから杉浦、4回の裏に1点もらい、5回の表勝利投手の権利を意識したとは思えないようにしてます。でも意識はあるよ当然、あここ押されたら権利発生かぐらいのね。でもそれに対して執着するような意識はなかったと思う。なぜならもうそれ以上の経験をしっかり積んでるピッチャーじゃない。でもああいう捕まり方で逆転の許し方、降板の仕方はやっぱり5回に何か心が動いて、ピッチング内容が保守的消極的になり、メンタル面の強さ弱さなどを周りはやっぱりささやくよね、言うたらつぶやくよね、言うたら意見するわ。まあこれはね避けては通れない部分、ピッチャー私もそういうこと何度も言われてるし、他のピッチャーだって試合の中で心が動くイニングってあるんですよ。目の前で現状がどんどん移り変わってるからね。でもね、そこで僕ね、杉浦君をメンタルの強弱で言うと弱いなんて思ってません。冷静に考えて、これ杉浦の耳に届いてほしいなと思うんだけど、目の前の動きに対して自分のメンタルが敏感であるのはこれ当然。これも見てわかります。でね、強い弱いで言うとね、強いよ。だって4万5万入ったスタジアムで自分のベストパフォーマンス出せるんでしょ。で、昨シーズン、セーブ28個上げてるんでしょ。そういう、プロ野球でそういう成績残す人に、メンタル弱いなんて誰も言いません。ただただ繊細で慎重であり、その慎重さが過多するってこと、超えてしまうということ。なので今後目の前で現状が動き、あ自分のメンタル動いたなと思ったら、いろんな切り替えスイッチやギアを置いといて、それを利用する。でこれ分かりやすく言うと、よく聞く言葉、開き直り、リードした時こそ攻撃的になろう。言うの簡単やねん。俺だってそうよ、リードしたらお勝てるかもと思ったし、ピッチングちっちゃなったりしたもん。誰だってすんのよ。でも持ってるポテンシャル、投球能力でいうと12球団ってトップクラスのその杉浦がもったいないでしょ。なんやったらもう破れかぶれでええねん、あとはみんな俺の持ち出かしらと拭ってくれぐらいの、ちょっとそういうやんちゃな杉浦を作ってはどうかっていうことなんですよ。これね、まあどうしようかな。僕母親に言われたんやけど、僕今いろんな冗談言ったりとか、いろんな世の中のことを面白おかしくこう置き換えたりする癖があるじゃないか。で僕は人が好きだから、いきなり笑顔で会話したいし、冗談のスタートなんぼでもある。でもここ一番仕事の時にはちゃんと根拠立てた発言もする。それは僕のポリシーです。でもやっぱりどっかで冗談を混ぜてしまうその癖は、実は完璧主義者だった。ほんで今言ったように、僕もねちっちゃい男かなと思ったのよ、マウンドに立って。やっぱ心の動きで負けることがあったから。でもそれは母親が拭ってくれた。あんたはねチキンハートじゃないんだと、慎重すぎる、この慎重すぎるという言葉で救われた。あんたは慎重すぎんねん、もうあとは周りが整理してくれるから好きにやったらええやんか、今までどんだけ自分を信じて戦ってきたんですか。その母親の言葉に救われた。杉浦君よく似てると思うよ。今度女房に聞いてみ、俺ってどんな性格、汚い意見を求めて包み隠さず言ってくれ。ご家族の方がちょっとオブラート包むかも。もうね、もう嫁はんに聞いたらええねん、俺どんなん、ほらこうこうこうでズマッて言ってくれると思うよ。喧嘩にもならんと思う。それがすごくね的をいた発言じゃないかな。僕はそうやって母親に、あなたはね気が小さいんじゃないんだと、慎重すぎる、だから慎重にならんと、あんたはもう今までしてこなかった生活で性格、大雑把でいきなさいっていうようなことを言われて、
その大雑把はやっぱり野球の世界でなかなかなんだけど、大胆にいけるピッチングが身についたっていうのを覚えてるわ。でそこで大雑把と大胆の違いを覚えたんだよね。だから僕解説でもよく言うでしょ。だから杉浦君はその自分のメンタルの操作の仕方、プロ野球選手になってあの4万5万の前で投げるピッチャーに気が小さい男なんていないんですよ。めちゃくちゃ毛が生えてる僕はピッチャーだと思ってるんでね。その切り替えをうまく、メンタルが、あ、自分の心が動いたなと思う。お、そういえばあのうるさい岩本言うとったな、開き直ってもう白かい、ど真ん中散髪行ったのかいぐらいの立ち上がりから今日そんなやったんちゃう、ビンビンやったよ。ビッグボスからアドバイスもらってクイックモーション入れたりとか、ああやって自分を変えることで新しい自分に出会って、すごく投球が楽しかったはず。はい、来た、ビッグボスがいつも楽しんでいけ言ってるでしょ。でもやっぱり試合が動いた時に、ん、守らなきゃ、これ保守的、守る、これがちょっとやってきたんちゃうかな。こんなバーンって知るかい、あとリリーフ監督やってやー、俺力はもうなくなる前に投げるで、そういうの取り越し震えたらごめんやで、うんうん。さあ打つ方です。今日敗戦したけども、清宮幸ちゃん2本のホームランすごいね。赤のシャツ着た、思わず1本目、インサイド難しかったな、いやいやインサイド気味のあれストレートやったと思うわ。うまく肘を畳んで、低重心とは言えんけども高重心、これありなんですよ最近のプロ野球選手はね。しっかり地に足はついてるけど高重心でそこバーンと回す、なんすもんか、あんな弾道こうちゃんにしか打たれへん。で次の打席2打席連続ホームラン、ジャイアンツ村変えたんよね、打たれたそのストレート、はい球系をあえてそっからいった。こうちゃんあれ反応ちゃう、狙ってたとかよりもさっきいい感じで打ったあのホームランが体が覚えてて、同じような球来た時に体がボンと反応したんちゃうの。そんなホームランに見えたよ。2本とも打った瞬間それと分かる、はいブラボー、わっしょい。万波、野村、清宮と結構ビッグボスはこだわり出しているいう風に見える。私は外から見てこだわってるというのは、思い返してタレント何人か作るって言ったでしょ。その筆頭じゃないの、走塁で守備でやや担当コーチとか周りの人から注意されることだった、ちょっと落ち込み加減なとこあったけども、これはまあ杉浦とはまた違って、こうちゃん切り替えうまいから、その時ははい、その夜はへこむかもしれんけど次の日からちゃんと笑顔で自分と向き合えるやん。笑顔ってヘラヘラちゃうで、ちゃんと自分と向き合って野球ができる幸せとともに取り組めてるこうちゃんがいる、俺それ信じてんねん。それがまあ僕らから言うと今風の野球選手で羨ましいっちゅう話よ。できんねん、マンチューもそやで、トンネルや、打者走者まで帰ってきた、噂の何十イニング無失点記録も止まるとか、もういろんな責任があったけど噂はそんなん気にしてない。言うたらマンチューエラーやから自責点ゼロ、全然 OK、 それぐらいの気持ちだと思う。でそうやってバット効くやん、今日もヒット打ったんちゃうの、打ってるやん、 J ヒット打ってるやん、ええよ、 J なんか鼻パーン、血ドボドボ、内出血じゃなくて出てよかったよ。だから顔がもう男前のまんまや、ちょっとあざ出てたけど、あれ内出血やったらこんなのってもう見られへんようになるから、そうやってギリギリのところでなんかね、運をも味方につけてるファイターズがいるから、その波に乗り出している、まあ打つ方で言うとサンバガラスとか F30 とか僕言ってるよ、そのトリオってなかなか強いからさ、野村、万波、清宮、この3人どんな順番になるか分からんけども、それぞれの持ち味がバットから出てええねん。守備はこれからでも身についてくるから、自分のストロングポイントバンバン前に出してると、ウィークポイントをだんだんそれが補っていくねん。その自分についた自信が苦手だったプレーもできるようになんねん、これ欲しいやわ、経験もあるで、そういうこうちゃんであってほしい。スラッガーやで、マンチュースラッガーやで、思い切りの良さやで、野村 J はもうしぶとさと勝負強さ持っとんねん。この3人それぞれがね、いろんなカラー持って打線の中心となって頑張ってくれよ。その3人の頑張りがあったら前後の打線も面白く組みやすくなんねん。ビッグボスがひらめきが豊かになってくる。で今日ピッチャー杉浦の後投げたピッチャー古川、フルスにピッチングしたかったね、まあ、ちょっとフォアボールやね、うん、宮西もなちょっと打たれてしまったな、中田翔に打たれたか、中田翔も家族のためにバット振っとるから。で谷川悔しかったやろ、望月も、望月もっと楽にこう、しんどい、うん、これね守ってる人もしんどくなるからもっと柔らかいもの身につけてみよう。まあごちゃごちゃ言ったけど僕は外野抜けんよ、あの一つの感想ですから。谷川ゾーン入っとったよ、いい顔してたよ、あその悔しさ忘れんなよ。今日負けたけど日曜日ラバーマッチ、どちらが強いチームか白黒つけようぜ、そんな試合を期待してますよ。ファイターズ首位攻防、優勝争いしてるセントラルリーグの2チームと今互角に戦えてんねん、力ついてきてんねん、最後はそれをものにするかしないか、そういう野球やね。ロックオン To be continued、 前置きにおまけにショーやるやん、ナイスバッティングやな。